もちろんね、超安全運転爆音族も、そういう、18歳、21歳過ぎてもまだ暴走族やってる類型。で、まあ、麻薬の場合と出会ったことが原因で、暴走族を続けてしまうって言ったやろ。その類型やん。基本。まあ、そうじゃないのも混ざってるやろけど。あるいは逆に、そうじゃない類型の方が多いかもしれんけど、興味ない。リストラされたり、なんか、派遣が面白なくて暴走行為してるやつだとかな。そっちにやっぱり混ざってんねん。そのやばい類型の暴走族。まあ、事件起こしてるやつとか、煽り運転とか、そっちの類型のやつ。と考えるのが、蓋然性は、の問題やけどね。どうやろな。まあ、とにかく、その、混ざってるか混ざってへんか、別として。割合の問題から、絶対混ざっとんねん。隠蔽、ちか、カムフラージュ。じゃあなんで、暴走族がなんで超安全運転で爆音だけって。ちょっとおかしいやんと思う。うん。もう精神科かかっとるからね、そいつら。だからそうなの。警察のお世話にもなり、精神科にかかってる。からそうなの。だから超安全運転。それを超安全運転せんかったら、また危険走行やってやばいろ。ましてはもう、今度は精神科の薬飲んで朦朧としてんの。どっちみち朦朧運転やねん。っていうか、その、麻薬やったところはむしろ覚醒しとったわけか。ん?めっちゃ冴えとったわけでしょ。ところが今は抑える薬。眠らせる薬や、連中。それを普通に飲んで、だからトンプク飲んで暴走行為してるわけやけど、暴走してるつもりくんでもあるの。実は超安全トロノロノロ運転やけど、本人は暴走してるつもり、みたい。爆音さえなれば、暴走気分味わって、で、精神は暴走してるなってなるんちゃう?なると思うで、大体そんなんや。精神病院しかって、精神病患者の、その、心理風景そんなんや。だから言ってる。だから、それに似た類型の奴らが真似してるとも言うのよ。まさに同じような心理風景のはずで、それって。犯罪心理科の話だよね。で、結局、その、どっちがどっちかもう区別つけへんなってるんちゃう。と思うで。どっちの類型が、どっちやってるな。暴走族の超爆な。の類型ももう区別的にはなってるってことを言うたり。で、参加してる奴らの違いも、背景の違いであって、心理風景一緒やみたいな。